貴殿の働きは城内でも惨憺に値するものと評価されている。さらに励むがいいぞ。引き続き任務をこなしてもらいたい。さあ選びたまえ。遺憾極まりない案件であるが、先日城内に保管されていたある品が盗難の被害に遭った。両王様の持ち物でもあり国宝でもある一品、竜王の指輪だ。厳重な警備をくぐり抜け、まんまと持ち出した経緯を鑑みるに、内通者の存在が疑われるが、今はまず当該の品を奪還することが先決だ。どうだ、やってくれるな。うん、ではまず情報集めから始めるがよい。城内にも事情を知る者がいるはずだ。物は国宝、それも両王様の私物だ。必ずや取り戻さねばならぬ。頼んだぞ各社殿。まずはその路地裏に行ってみましょう。情報を持った人物がいるはずです。探してみましょう。もう少し話を聞いて回りましょう。オルダス殿から伺いました。この城に賊が侵入した形跡があったと。ただでさえ警備の厳しいこの城内、簡単によそ者が入り込めるはずがありません。賊はかなり城内の間取りに詳しいのでしょう。となれば手引いた者がいるか、あるいはかつてこの城にいた者の仕業かもしれませんね。見慣れぬ風体の怪しい人物が城内を歩いていたと報告があったが、まさかあの魔導士。魔導士と聞いて思い出すのはやはりサロモンか。奴が領土に戻ってきたというのか。なんと不吉な。今回被害に遭った宝物はとりわけ魔法力との親和性の高い品であれば、サロモが狙う理由に足るか。魔導士サロモ、その名には苦い記憶がある。かつて両王直属の魔法研究施設が城下にあった。魔法力を特定の魔導器、古い書物や装備品などに封じ込める研究だ。その責任者がサロモだった。奴は優秀だが、同時に野望と独占欲も強かった。研究がある程度進んだ段階でサロモは裏切り、研究資料を持ち出して逃走したのだ。研究室の同胞を全て殺害してな。以降奴の行方は知れなかった。今さら奴が何を企み我らに姿を晒すのかわからぬが、両王様の宝への何らかの執着があるのやもしれぬ。もう少し話を聞いて回りましょう。サロモを見た人がどこかにいればいいのですが。魔導士ね、いまいちピンとこないけど。そういや石切り場界隈で怪しい格好したやつがうろついてるって話は最近よく聞くな。
僕なら用もないのにそんな場所には近づかないけどね。では石切りバートに行ってみましょう。マテアリの魔導士です。石切りバートで見たと情報があります。救済噂では救済と通じ暗躍している無名騎士なる人物がいるということです。石切りバート。入り口が二つあるはず。街道では行商人や領土の兵士などを出会うこともあります。城壁か何かの跡でしょうか。城壁の中にはさまざまな住人がいます。旅の拠点として利用しましょう。グリフィンです。このような複雑な場所からは何かの採取が期待できますよ。大きな草原です。方向感覚が狂いそうですね。相手は魔導士です。どんな罠を仕掛けているか。奥にす。これはこれは。噂の各社様ってやつか。世界を救う仕事もせずに俺のようなゴロつきをつけますと。まあいい。退屈しのぎだ。どの程度の力か俺が試してやる。各社様の応戦なの。傷を癒しましょう。まあまあ領土の万兵よりは数段歯ごたえがある。俺も忙しい。遊びに付き合うのはここまでだ。じゃあな。このクエストに詳しくなりました。逃げられてしまいました。一度領土に戻りませんか。回復します。お任せください。ここを通れば。いやどうも。
お察しの通り困り果ててるんだ。この坑道を抜けて近道かと思って、こんな危険のとこ、扉さえなんとかなればな。お？でもあんた、いや、これは戻りの礎と呼ばれるものです。ポーンも人も一人では何もできません。ここは静かですね。強化できる装備はありませんか？各社殿、超金策のために土地を売りたい、正規の手続きを踏んでいる暇が、そこで各あんたにそう言ってくれる。各社の言葉なら交渉相手はこいつら。ところであんた、クエストの知識を得ました。クエストですべきことを学びました。貴殿の働きは、城内引き続き任務をこなしてもらいたい。さあ、サロモと交戦を。そうか、やはり奴の仕業か。すぐに捕らえられなかったのは残念だ。だが各社よ、これで諦めてもらうわけにはいかぬ。奴が何かよからぬことをなす前に、その身柄を押さえ、指輪を取り戻すのだ。サラモの居所を知る者がいるかも。ごきげんよう。リオトで聞き込みをしましょう。いろいろ
いろな場所を転々としている商人なら逃げるサロモを見ているかもしれません。救済に無名騎士、この町には不穏な噂が多いようです。商人なら逃げるサロモ。旅先で商人たちに聞いたんだが、北東にある草月島を知ってるかい？あんな辺境に最近頻繁に出入りしている謎の男がいるらしいんだ。ド派手な魔法で群がる魔物どもを追い払ってた、なんて情報もある。それってあれだろう？両王様から何とかの宝を盗んだっていう、なんだっけな。クエストの知識は得ました。草月島に向かいましょう。そこがサロモの根城なのでしょうか。水に濡れないよう注意してください。魔物に怯えず暮らせる良い町です。領土の近くは少し安心します。城壁か何かの跡でしょうか。かつての戦いでこの辺りのカオスの城壁が失われたようです。武装した敵がいます。魔物の侵入を未然に防ぐにはこういった拠点が重要です。全員やれ。道を外れると魔物が潜んでいますよ。安全な拠点を離れる際は目的に応じた装備を整えましょう。スノーハッピーです。Let's go.
兵士たちも過酷な環境では士気を保つのが難しいと聞きます。近くで見ると立派な鳥です。道はお任せを。次はこちらに向かいます。この辺りまで来ると魔物も手強いですね。人があまり立ち入らない場所は魔物も独自の生態系を作ります。スノーハーピーがいます。周囲の雰囲気が変化してきました。進むなら万全の体制を整えましょう。全員やれ。こそ疲れないよう慎重に進みましょう。危険ですよ。この一帯にはハーピーが出没します。上空には一層の注意を。襲われた後ですね。荷物が散らばっています。遠方に塔が見えます。一度地図でもご確認を。道が分かれていますね。
もちろん従いますと。急ぎます。隠れ。谷間では敵に挟まれないよう注意しましょう。武装した敵がいます。まずい。あいつだ。狭い道は罠などに警戒を。スノーハッピーです。岩の化け物です。気をつけて。突然の落石など坂道は注意しましょう。何か落ちていても見つけにくそうです。あれは蒼月塔。太古の塔は見えていますか。道はこちらです。このような辺境の岬に塔が。目的の場所に到着ですね。情報によれば、この塔のどこかに求める人物がいるはず。上を目指してみましょう。隠れられる場所も他にないですし、指輪を取り戻すために次は逃がさないようにしましょう。武装した敵です。しましょう。力を合わせた結果です。最上階へ。そこに奴がいます。武装した敵。全員やれ。
指しましょう。死にたくなきゃ全部置いていきな。すぐに行きます。なるほど、いいでしょう。階段ですね。ふう、よっぽど各社ってのは暇なんだな。ドラゴン探しに行き詰まって一階の魔導士を相手に点数稼ぎか。つきまといはごめんだ。互いにここですっきりさせよう。旅は終わりだ。政務官に届ければ、この事件も解決です。回復します。お待ちを。傷を癒しましょう。クエストですべきことを学びました。心が崩れているようです。気をつけてください。これは戻りの石図。意味ありげな石が並んでいますが、ここに戻ってこられます。さて、どこに向かいましょうか。ここでは退屈することはないですね。竜のことを調べろなんて確かにね。でもそれらしいこと、悪いことはよっぽどか、欲しいものがきっとあるよ。
欲しいものが。おお、あんた、どうだい、俺に預けてみな。ズバリこれだ。贋作は明日の今頃完成予定だ。その頃にまた来なよ。欲しいものが。またどうぞ。最近病好きなのを選ぶ。さあ了解だ。旅の準備は整います。好きな。さあ了解だ。うちの品揃えを見て、欲しいものがきっとある。ほら、贋作。欲しいものがきっとあるよ。またどうぞ。城内には無名基地なる人物がいるそうですが、詳細は不明です。サロモは今この半島に姿を見せている。商人や旅人に話を聞けば手がかりを得られるだろう。指輪の奪回。おお、よくぞ奪還かなった。貴殿の働きには敬服しきりだ。あのような力を秘めたものをやはり野放しにはできぬ。両王様の下で厳格に管理すべきであろう。サロモのことは良い教訓になった。このような堅牢な城にもどこかしらに付け入る隙があるということだ。警備体制を見直し、今一度気を引き締めよう。ご苦労であった。今後も任務に邁進されよ。